ACT フ o ー h o p e ゥ HEROES Project in 東京ドーム詐欺に要注意。個人情報保護のために知っておくべきこと。詐欺被害を防ぐための公式情報とは。東京ドームで開催された、Act フ o ー h o p e ゥ HEROES Project は、令和6年の能登半島地震の復興を目的としたチャリティーイベントとして、多くのファンや支援者が注目する中で行われました。このイベントには三宅県や北山博光、 ナンバーアンダーラインアイといった著名なアーティストが参加し、音楽やスポーツを通じて被災地への支援を呼びかけました。しかし、イベントの開催と同時に、オンラインでの詐欺行為が問題となり、公式からの注意喚起が行われることになりました。近年、インターネットやソーシャルメディアの発展に伴い、コンサートやイベントのライブ配信が一般的になっています。特にパンデミック以降 物理的にイベントに参加できないファンにとって、オンライン配信は貴重な代替手段となっています。しかし、この便利さが一方で詐欺行為を助長する要因にもなっていることは、見過ごすことができない現実です。今回の Act4Hop2Heroes プロジェクトにおいても、ライブ配信を偽装した詐欺サイトが多数出現し、ファンを狙った個人情報の摂取が懸念されました。公式 X アカウントからは、 正配信放送はございませんと再三の注意が呼びかけられ、ファンに対して偽情報に騙されない要警戒が促されました。この問題を考える際に、まず注目すべきはファン心理です。お気に入りのアーティストのライブを見逃したくないという思いは、誰しもが共感できるものです。そのため、ライブ配信の情報があれば、それが公式であるかどうかを確認せずに飛びついてしまうことがあるのは自然なことです。 特に、SNS 上で広まる情報は瞬時に拡散され、多くの人がそれを信じ込んでしまうリスクがあります。SNS の特性上、情報の信憑性を検証する時間がないまま、多くの人々に影響を与えることができるのです。また、詐欺師たちは、ファンの熱意や感情を利用することに長けています。彼らは、ライブ配信の無料提供や安価なアクセスを装い、 ファンからクレジットカード情情報報や個人情報を盗み取ろうとしますこれらの詐欺行為は、一見すると本物の配信サービスと見分けがつかないように巧妙に作られており、油断していると簡単に引っかかってしまうことがあります。さらに、詐欺サイトはアクセスするだけでスマートフォンやデバイスから自動的に情報を取得する技術を持つこともあり、その危険性は非常に高いです。一方で、公式の情報が遅れることがあるのも事実です。 特にライブイベントの場合、公式発表が後手に回ることがあり、その間に偽情報が広まる余地が生まれます。ファンは自分の推しの最新情報を追い求める中で、公式の情報を待つことができず、他の信頼性の低い情報源に頼ることがあります。これがさらに詐欺行為を助長する要因となっています。また、ファンにとってオンライン配信は、 物理的なチケットを手に入れられなかった場合の最後の希望となることが多いです。特に大規模なイベントや人気アーティストのライブでは、チケットの入手が非常に困難であり、配信があることに期待するファンも少なくありません。そのため、配信があるという情報が流れると、ファンはそれを信じたいという気持ちから、確認不足のままリンクをクリックしてしまうリスクが高まります。しかし、 今回のイベントのように公式が配信を行わないと明言しているにもかかわらず、偽の配信情報が広まる状況は、ネット社会における情報の信頼性について改めて考えさせられる問題でもあります。ネット上には、正しい情報と偽情報が混在しており、それを見分けるのは容易ではありません。特に、SNS では情報が瞬時に拡散され、その速度に追いつけないことも多いです。このような状況では、 公式情報を待つことの重要性が強調されますが、それでもなお偽情報に惑わされる人々が存在するのも現実です。また、この問題はファンだけでなく、アーティストやイベント主催者にも大きな影響を与えます。偽の配信情報が広まることで、公式の発表に対する信頼が損なわれる可能性がありますし、さらにはファンの間での不信感を生むことにもつながります。これが続くと、 アーティストやイベントそのものへのイメージダウンにもつながりかねません。そのため、主催者側もこのような詐欺行為に対する対策を強化し、ファンに対して正しい情報を迅速に提供する努力が求められます。一方で、私たち自身もインターネットや SNS の利用方法について、改めて考える必要があります。便利なツールである反面、そこには多くのリスクが潜んでいることを忘れてはなりません。 特に個人情報の取り扱いには最新の注意が必要であり、安易に不確かなリンクをクリックしないことが重要です。私たちは、ネット上の情報を鵜呑みにするのではなく、常に疑問を持ち、信頼できる情報源からの確認を行う姿勢を持つことが求められます。また、オンライン上での詐欺行為は、ライブ配信に限った問題ではありません。例えば、 最近ではコンサートチケットの転売や偽造チケットの販売も増えており、これもファンを狙った詐欺の一形態と言えます。特に、人気のあるアーティストやイベントの場合、そのチケットが高額で転売されることが多く、ファンは正規の方法でチケットを購入することができず、結果として詐欺に遭うリスクが高まります。このような問題もまた、インターネットや SNS の普及がもたらした負の側面と言えるでしょう。最後に、 今回の Act for Hop2Heroes プロジェクトのイベントが、被災地支援のためのチャリティーイベントであることを考えると、こうした詐欺行為が行われること自体が非常に残念であり、腹立たしいことです。本来であれば、アーティストやファンが一体となって、被災地への支援を呼びかけるための場であるはずが、その善意が悪用される形になってしまっています。このような状況を防ぐためにも、私たちは一人一人が意識を高め、 偽情報や詐欺に対すする警戒心を持つことが必要ですしかし、インターネットや SNS がもたらす利便性を完全に否定することはできません。むしろ、それらを正しく活用することで、さらに多くの人々が被災地支援に参加できる可能性があります。例えば、公式のオンラインチャリティー配信を通じて、物理的にイベントに参加できない人々も支援活動に貢献することができます。 このような取り組みが広がることで、被災地への支援がより多くの人々に届くようになるでしょう。そして、私たちは今後も公式情報をしっかりと確認し、偽情報に惑わされることなく、正しい方法で支援を続けていくことが求められます。被災地支援のために、アーティストやイベント主催者、そしてファンが一体となって行動することが重要です。そのためには、 インターネットや SNS の利用に対するリテラシーを高め、詐欺行為に対する警戒心を持ちながら、正しい情報をもとに行動することが必要です。これからも、私たちはイベント、やライブ配信を楽しむと同時に、その裏に潜むリスクに対してもしっかりと向き合い、安心して楽しめる環境を作っていくことが求められています。ファンとして、またインターネットユーザーとして、私たちはより一層の注意を払いながら、 健全なエンンンターテインメントの発展を支えていくことが重要ですこのような問題を踏まえて、あなたはどのようにしてネット上の情報を信頼し、詐欺から身を守りますか。また、私たちはどのようにして被災地支援を効果的に行うことができるでしょうか。今後のネット社会におけるリテラシー向上のために、あなた自身が心がけていることや意見をぜひ共有してください。